川端です。よろしくお願いします。今回はこの図形においてですね、ここの x を求めなさいという問題です。まあ、いわゆるですね、これ面積比の問題となります。三角形 ADE の面積を12倍したら ABC だよということで、ここ一対 x で m は BC の中点ということなんですけれども、そしたらですね、まず ADE の面積、これちょっとね、1個分と置いてしまいましょう。そうすると三角形 ABC の面積は12個分という具合になります。そしたらですね、今 ADE の面積1個分なので、で、今せっかく AD 対 DB が1対 X と出てるので、ここでですね、面積を、比べることができますね。つまり B に補助線引っ張って三角形 ADE と三角形 DBE が底辺の比が1対 x ですから、面積比も1対 x。なので今 ADE の面積を1と置いたので、ここが x という具合になるわけですね。はい。そしたらですね、続いて、ちょっとどんどんちょっとね、面積を求めていきたいと思うんですが、今 ABC の面積を12としているわけですから、m は BC の中点なので、三角形 ABM ですね。まあ、ちょうど半分で、6個分になりますよね。ということは、6から x たす1を引いたら EBM が出ます。なので、三角形 EBM は、6引く、これから、x と1を引いてあげて、そうすると、これ計算したら5を引く x と。いう具合に出ますね。四角5を引く x が出てくると。ここが5を引く x。ということで、で、どんどん、bm と mc がまた等しいから、ここは5を引く x だったら、ここも5を引く x という具合になり。で、最後、aec ですが、aec の面積は、これは、AMC がやはり12の半分で6なので、6から5引く X を引けばですね。6から、5引く X を引いてあげて、そうするとこれ計算すると、1足す X。X 足す1個分という具合に出ます。ここは X 足す1個分ですね。で、ここで、まあ、一応面積をね、12として式立ったから、あと、ここでなんか関係式作れないかなって考えるわけですね。で、そしたらどこに注目するかというとですね、三角形 ADC と三角形、例えば DBC、この面積比っていうのは1対 X であり、AD は1と X 足す1を足した X 足す2。DBC は X と5引く X と5引く X を足したもの。つまり、10引く X になりますね。なので、この三角形、この CAD と三角形 CBD、この面積比に注目し、今言ったように CAD が X 足す1と1を足して、X 足す2です。対、CDB が5引く X と5引く X と X 足して、10引く x です。これが、1対 x。この底辺の比なんで1対 x。そうすると、これ二次方程式ができますね。x かける x 足す2で x 2乗足す 2x。で、10引く x かける1で10引く x。移行して、x 2乗足す 3x マイナス10イコール0で因数分解して、で、もちろん、x は正ですから、マイナス5と2と出ますが、x イコール2と。いうことで、答えが2という具合に出すことができるということですね。ということで、面積1、12と置いて、とりあえずちょっとどんどん陣地拡大していって、あとここ1対 x の中ね、比例式作って、気がついたら、二次方程式で答えが出てるという流れになります。はい。続いて、2つ目の解き方なんですけれども、まあ私はちょっとこの形見ると、やっぱなんかメネラウス使いたくなってきてほしいですね。このブーメラン型ね、ここにブーメランありますね。
メネラウス使えそうだなと。ここ1対 X、1対1なので、メネラウスの手ですね。ここ A、ここ B、ここ C、D、E、F。ね。メネラウスね、結構苦手な人って苦手ですよね。これまあ、僕普段教えてる生徒もね、まだなんか定着しないのかと、なんかちょっと、あれあれみたいな感じでなんか忘れちゃう生徒結構いますけども、ブーメランの先っぽで A、B、C、D。最後、遠く行って帰ってくる。E、F かけて1ってやつね。まあ、A、B、C、D、E、F。まあ、これ教え方によってね、どっから始まるかでね、また違ってくるので、なんか教える先生が違うとなんかその辺が紛らわしいんですけど、私はいつもね、ブーメランの先っぽでこういう風に教えてます。で、これを使うことによって、AE 対 EM を X 使って表すことができますね。そうすると、メネラウスの定理より、X1 で AE、EM。で、1って2だから、1、2かけて1。ってことは、約分して1になるってことは、こっちが2でこっちが X なので、AE 対 EM が2対 X という具合に出ます。このように比が出ますよと。そしたらですね、あとは、そうですね、まあ、今 ABC の面積を12、AD の面積1として考えたときに、まあ、例えば三角、ここの面積ですね。ここの面積が1ですから、ここを1っていうところを式立てていきましょう。どういうふうにして、立てればいいかということなんですけども、これもですね、面積比の公式、まあ、ぜひ覚えといて、欲しいな、というものが一つありまして、まあこれ使わなくても解けるんですけども、一つの角共有してる場合ですね、ここ A、ここ B、ここ C、ここ D としたときに、この三角形とこの三角形の面積比ですね、色変えればよかったな。赤と緑の面積ですが、赤対緑が、赤と緑の面積比がですね、これは A×B 対、C×D で出ます。一つの角共有のやつですね。で、また、緑は赤の何倍ですかっていう使い方もよくやるんですけども、緑は赤の C 分の A×D 分の B になります。まあ、この辺ね、ちょっと自由自在にちょっと使えるようになってほしいなと思うんですけども、そうすると、この三角形 AB、まあ、この面積1なわけですけども、これは ABM の何倍かって考えたときに、今言ったように、これ分のこれ、つまり X プラス1分の1、かける2たす X 分の2で出るわけです。そうすると AD の面積は1で、ABM は12の半分で6ですから、6かける、こうなると。まあ、ちょっとね、文字に分母に文字が来るのは、まあ、ちょっと中学生はちょっと抵抗があるかもしれませんけどね。そうすると、x たす1と x たす2をかけて、両辺かけたら、カッコ x たす1、カッコ x たす2、イコール6かけるんで12。で、これ展開して、x2 乗たす 3x、プラス2で12移行して、マイナス10、イコール0。で、これは同じ式になります。従って、ここから x イコール2という具合に出ますよ、と。いうことですね。なので、まあ、この辺でさっきと同じように、これで補助線引っ張って、うまくね、なんか、やってっても同じようにして解くこともできますけどね。まあ、こことここの比を求めてしまって、まあ、考えるというやり方ですね。ということで、ちょっとね、これいろいろね、解き方あると思います。なんか僕ね、まあ、本当はもうちょっとこっちが簡単だぞとかね、思う方ですね。まあ、どしどしコメント欄にね、書いていただければなというふうに思います。やっぱりね、筑波大附属の問題ということあってですね、やっぱちょっと一味違うようなね、問題だったかなというふうに思います。筑波はね、ほんとね、難しいですね。結構ね、文章題とか、まあ立体、まあ図形がまあ難しいですね。まあこれ結構簡単な方ですけども、図形が比較的ね、難しいので、筑波受ける方はですね、その辺は、いろんなパターン練習した方がいいんじゃないかなというふうに思います。以上で解説を終わります。では。